あのご紹介いただきました国立天文台 OB の家と申します。今日はあの主焦点カメラの展示が成立したということを記念しての講演会。たくさんの方にあのご参加いただきありがとうございます。あの私はあのスバル望遠鏡計画のがどういうふうにしてできたのか、そしてその中で観測装置の主焦点カメラがどういうふうにして作られてきたのか。 それがどう活躍しているかってうったりをお話しさせていただきたいと思います主焦点カメラそのものについては岡村先生がもっと詳しい話をされると思いますスバル貿易は1999年,年に完成して準備に7年間建設に9年間合計16年かかりました400億円ですですから皆さん一人一人から400円でいいのかなの税金を使わせていただいた計画になります その中でも振り返ってみますと、この主焦点カメラっていうのが大活躍したんですね。えー、99年完成ですから、スバルボンケ今24歳で現在観測を始めている大学院生は22とかですから、スバルがもできた後に生まれたそういう世代が活躍してるんですね。私もいろんなところであの若い方とお会いするんですけど、なんか浦島太郎になっている気がしてあの。<laughs> まあ、今日は浦島太郎の話だと思って気軽,気軽に聞いてください。<laughs>「スバル望遠鏡計画は」は天文台関係者それからメーカーの方大学の先生方あの海外の人も含めると多分1,000人規模のプロジェクトだったんですね。これを率いられたのは今日来ていらっしゃる小平慶一先生なんですけれどもまあ1,000人いれば1,000人それぞれのストーリーがあるので。えー スバルを作った。のは俺だっていう人が1000人ぐらいいるという風に思っていただければいいで,で。あのスバルに帰したあの本もたくさん出てます。特に一番左側の小平先生の御本はあの菊池鑑賞を受賞した有名な本です。これは小平先生がそのプロジェクトを。財務省に説明したりして、予算を取ってくるとか、そういうところの苦労話がま非常に赤裸々に書いてあります。 ほかにもあのいろんな本が出てますが、まあ、それぞれの視点で書かれてまして今日の話は私の,あの体験からのフィルターのかかった話だということでご了解いただければと思います。<laughs> まず「スバル a につながったのはですね古い話ですがあの萩原悠介先生という東京天文台の台帳この方は天体力学の理論家だったんですが日本の日本の 天文学を進めるには。世界一の望遠鏡を作らなきゃいけないということを確信されまして。まあ、これは噂なんですけれども、昭和天皇への。ご進行の機会に。あの、望遠鏡がぜひ必要なんですということを。訴えられたというふうに聞いてます。その時には。そんな直、直接そんなことを申し上げるというのは辞表を覚悟で <laughs>。お話しされたっていうような逸話を聞いてます。まあ、その。 ことが直接かどうか分かりませんがあの建設が認められて予算化されたのは年ですで日本の予算というのは国あの年度予算になってますがこの望遠鏡は1年でできなかったので3年分の予算をまあ約束するという国債ですね国庫債務負担行為とこれが最初にこの望遠鏡について岡山の望遠鏡について出来上がったというふうに聞いています。 で完成したのは1960年ですが、当時世界で6番目に大きな望遠鏡が日本の岡山県に建設されました。えー、小平先生や後でお話しになる岡村さん、私たちもこの望遠鏡を使って観測とはどういうものかということを勉強したまあ懐かしい望遠鏡なんですが、残念ながらあの岡山も 今コンビナートができて夜空が明るくなってですね、星の観測には結構活躍したんですけれども遠い宇宙や銀河を観測するには夜空が明るくてやはり海外の望遠鏡と比べると圧倒的に見劣りする観測しかできなかったんですねで、もっと夜空の暗いところにということで1974年には長野県の基礎町に、えー、高瀬文志郎先生が中心になって まあ、世界で3つ目の大きさのシュミット望遠鏡っていう広い空はいっぺんにバシャッと写真を撮れるとそういう望遠鏡が完成しました。小、まあ小平さんも岡村さんも私もこれを使って銀河の観測をしたいということで頑張ったんですがこれはの大きなこんな写真甲板で撮って現像するやつなんですね。なかなかかか楽しかったんですけれどもやはり 星の見える具合では世界に比べるとどうしても見劣りがしてし,あのし,、えー、し,てしまうということがありましたしかしまあこういう経験が後の「スバル望遠鏡」につながったと思っております、えー。当時は最先端の観測は日本ではなかなかできないのであの海外の望遠鏡を使わせてもらうそのために提案書を書いて。 提案書が採択されるるとと海外に出かけるというそういう時代でしたで日本でもですね写真現像する写真からその頃で出始めた CCD 皆さん今はスマホでもみんなそういうデジタルな時代になってますが1980年代の前半に CCD を天文学で使うということが始まりましてあ私もあの科学研究費をもらってその左にありますような CCD カメラっていうのを作って観測してみたんですねそうするとその感度が現像する写真とはもう比べ物にならない感度が高いということがもう如実にわかりまして感動しました。これはあの東京大学の理学部広報に書いた報告なんですけれどもそれまで写真では21等星を写すのが限界だったんですが。 この CCD カメラを使うと24等星まで写っただからこれでもう写真の時代は終わったということになったわけですじゃあ日本はどうすべきかもっと大きい岡山の望遠鏡は1.88メートル2メートルの望遠鏡ですが4メートル以上の望遠鏡が欲しいと。それで3.5メートルぐらいの望遠鏡をまず国内に作ろうという案と いや順番を追ってたらいつまでたっても追っかけても追いつかないからここは頑張って世界一の大きさの望遠鏡を海外に作ろうという2つの提案が出ましてこれはどっちがいいかっていうので天文学のコミュニティ全体でずいぶん議論がありました、えーまあ、ちょっと無謀かという意見もあったんですけれどもやはり世界一を目指すには海外の敵地に大きな望遠鏡を作ろうと。 いう計画でいこうということがまとまりましてそして検討が始まったんですねえこの計画の代表をしてくださったのが今日来ておられます小平圭一先生ですちょっと先生 <laughs> 立ちくださいあの望遠鏡は最初は点五メートル五メートル はイインチ300インチチだとメートルなので300インチを目指そううとといこになりましたそして場所は世界中見て回ったんですがハワイ島のマウナケアが良さそうだと。で、えー、望遠鏡は主焦点カセグレン焦点ナスミ焦点と3つ焦点を持っていろんな観測ができる汎用の望遠鏡にしようとそういう基本構想をまとめてそれは合意したんですね。 でそれを、えー、概算要求するためにこの左上のこういう白書を作って古材台帳が文部科学省とかに持って行って粘り強く交渉してくださったその、えー、と並行して、えー、建設する先のハワイ大学のお天文学研究所これ I Institute for Astronomy っていうハワイ大学の研究所と協議して合意書を作るとそういうことを でこの工場はですね建設に5年ぐらいかかるだろうという見込みだったんですがこれ業者の見積もりのない実際はどうなったかあでそこへ行く前にですね望遠鏡を安く作るためには鏡を大きな鏡をできるだけ軽く作る必要があります。 鏡が重いと鏡を支える器もしっかりしたものにしなきゃいけないしそれを載せる望遠鏡の筒も頑丈にしなきゃいけないし土台もっていうことでどんどん全体の材料が増えて値段が上がってしまいます。鏡を軽くすることででで全体を軽軽量化できるるんすすね軽くするにはどうしたらいいか分割してちっちゃいのを並べるっていうのがこれが分割鏡方式っていうカリフォルニア大学が提案してたんですね。 我々これ勉強しましたがとてもじゃないけど技術的に難しくてこれではできないと思いましたあまあ実際彼らも大変苦労したんですが天才的な天文学者ジェリー・ネルソンという方が頑張って予定よりちょっと遅れましたけれどもこれ成功したんですね。ですから私たちはちょっと自信なかったけれどもこの回もあったんですね。二つ目は 鏡をうんと薄いペラペラにすると、軽くなりますよね。ペラペラにすると、でもふにゃふにゃですから。望遠鏡を傾けると、歪んでしまって、ピンボケになります。だけども、柔らかいので。どういうふうな形をしているかは、測って、直す手立てを組み込んでやれば。いつも理想的な形の鏡にすることが、逆にできるんではないかと。こういうの、能動工学という発想なんですが。これが一番、すっきりしていると、思いました。もう一つは。 あの中をくりいいた鏡にするという方式これはアリゾナ大学などが実際やってたんですけれどもこの方式も魅力的だったんですがよくよく調べてみるとやっぱり構造が複雑で鏡が変形した時に直すとかいうのが難しいそれから温度変形に対応しにくいとかそういう難点があって私たちはこの方式を選びました。 で実は偶然かもしれませんが、日本だけではなくてアメリカの国立天文台が作ったジェミニっていう望遠鏡も、ヨーロッパの天文台が作った VLT っていう望遠鏡も原理は全部これを採用したんですね。この方式が多分一番やっぱり分かりやすくて実現性が高いという判断が日米欧で偶然ですがありました。ただですね望遠鏡を の作り方で思想が分かれました日本は主焦点を今日後半でお話しする主焦点にカメラをつけることで広い空を観測できますですから主焦点も使いたい望遠鏡のてっぺんにカメラをつけると重たいものが作りますから望遠鏡をしっかりした望遠鏡にしないとウンニャウンニャとなってダメなんですねですから構造を丈夫にするということで 値段が高くなりますそれから主焦点にカメラをつけるということは主焦点のカメラやめちゃえばそこに鏡を置いて折り返して光を下で処理しますのでその先に物がないのでドームをギリギリまで小さくできるドームの大きさっていうのは望遠鏡の値段にすごく効いてくるんですねですからスバルは主焦点を作るために大きなドームで筒もしっかりした当然値段が高くなりました アメリカはこんなバカなことしないでなしにして軽量化するとその代わり安くなるので2台作ると2台作れば観測が2倍できるその方が賢いよとヨーロッパは4台作ると4台作れば4倍観測できるそっちの方が絶対いいよとそういう判断分かれたんですねえー、まあ実際どうやって作るかこれは あの原理は良さそうだけども本当にできるかどうかは確かめなければいけないのですが国立天文台三鷹にこういう実験機を作りまして6 2ンチのちっちゃな鏡でしたけどもその裏にアクチュエーターっていう、まあ、ロボットの腕を12箇所並べてで支ええるる力を変えると変と形しますその変形を様子を測るためのシャックハルトマン型検査装置っていうのを天文台で開発して。 そししてて実験してみたんですねでこれで鏡をきちんと測れて変形をきちんと直す手立てが揃えばいつも理想的な形を保てるという原理なんですが実証できればあとは数増やせばスバルはできるということでこういう実験をした,でたんです、ね。ところが一つ予想外のことが出てきました。 あのさっきの鏡の形を測るシャック・ハルトマン装置っていうのでどれだけ正確に測れるかが肝です測り方がいい加減だと直しをも測りませんのでこの鏡の形を測る装置がどれぐらい精度があるかっていうことを調べるためにこういう実験をしました。え鏡の形を3分ごととに一晩中測っていくとで 夜の方が人はいなくなりますし、天文台の前を通る車もなくなるので。静かになるので、きっと夜の方が精度よく測れるだろうという期待だったんですね。ですから、夕方6時に実験開始して3分ごとに測定値が出て,きて、ああこれでいいなって言うんで我々帰りました。で、翌日出勤して調べるとそういうことやったんですね。ところが結果見て驚いた。 我々が帰った後、測定がばらつくんですね。これ皆さんの修学旅行で先生がいなくなると枕投げするとかありますよねあれです。で翌日出勤してきて先生が来ると静かになる。これ予想と全く裏逆だったんですね。なぜこんなことが起こるのか最初は分かんなかったんですが、よくよく調べてみるとこれは。 空気の温度が赤で書かれていますガラスの温度が黄色で書かれています夜中は世界中どこの天文台も冷えていく空気の中で観測しますから気温が下がっていって鏡も冷えていきますただしこれ常識でわかりますがガラスの方が必ず遅れて冷えますですから気温が下がっていく夜中の間図はっ ガラスの方が温かい状態になってるんですね気そうするとガラスから陽炎が立つその陽炎を通して測っているので測定がばらつくということが分かったんですねその証拠にこれが逆転したとこから静かになってますということは夜中のガラスの温度を気温よりもちょっと低めにしないと陽炎が立って見え方が悪くなるということが分かったんですねこういうことも含めてスバル望遠鏡は 鏡を冷却する装置を仕込んだりすることにしました、えーまあ、そういうふうにして2年後にはもっと立派な計画書ができました1989年ですね、えー、望遠鏡の基本路線は変わりりまませんマウナケアに作りますでこれをるために新しく3講座30人ぐらいの人を派遣して現地の人も雇って 建設には5年じゃなくてやっぱり8年かかりますと総額400億円です非常にしっかりした計画書ができたんですねで計画書としては自信があったんですがただ当時国立天文台当時の東京大学東京天文台の実力は100億円以下で,したですから400億円って言ってもあさっておいでと言われるんじゃないかなと私は正直そう思ってました。 ところが、まあ、計画が大変よくて学術会議からもぜひこれをやるべきだというおすすめをいただいたおかげで当時また日本の経済が右肩上がりで元気だった時代なので大蔵省がまあ油断を持って400億円という計画を認めてくれたんですね。これは小小先先生や小平先生平のの努力のたまです予算がついたって聞いた時私はええー、まさかって正直思いました。逆に これから10年間はもう他のことは何もできないなという思いがした覚えがあります。これは小平さんから聞いた話ですが100億円の「100億年の宇宙の歴史を調べる研究ならば、まあ、予算23年遅れてもいいんじゃないですか」って言われちゃった <laughs> なかなかあの賢いことを言う方お役人いるんですがまあ世界で競争がなければそれでもいいんですが。 ヨーロッパやアメリカと競争して日本が頑張っていくにはやっぱり早く予算つけてくださいとまあこういう計画だったんですがあのこの望遠鏡ができると何ができるか宇宙の銀河宇宙のでき方とかその進化の仕方がわかるだろう それから星や惑星の生まれ方がわかるだろう今まで見たこともないようなとんでもない物理真空とか強い重力とかそういうのが見える非常に抽象的な目標を掲げたんですね実際にじゃあ今20年以上経って振り返って何が成果だったかもちろんいっぱい成果があるんですけれども例えば 宇宙の構造と進化ではライマーアルファ銀河っていうあの生まれたての銀河が出す特徴的なあのスペクトルがあるんですけどそれをライマーアルファっていうんですけれどもそういう銀河を使った研究だとかそれから星惑星系では形外惑星がこれ1995年が最初ですのでスバルができた後に始まった あのあスバルができた後にはですねスバルを使って境外惑星が実際に写真が撮られるとかさらには最近ではあの中性子星が連星が合体してそこから重力波が出てくるそれをスバルで捉える、まあ、そういうような成果がいろいろ出てきていますがやはりいい貿易を作るとこういう予期しなかった成果が出てくると。 いうことの非常にいい例だと思いますえ望遠鏡の肝になるガラス8メートルのガラスを作る会社と当時ありませんでしたで、世界中の光学ガラスの会社やにそんな大きなガラス作れませんか作って磨いてもらえませんかという問い合わせをしてもどこもそんなにやったことないしだいたい設備がないと言われました ししかコーニングガラス社というところから提案が来まして2メートルぐららいのガラスなら作れるとそれをたくさん並べて敷き詰めて全体を炉に入れて隙間がくっつくような形にしてとろーりとろけるチーズみたいに一枚ものにするとそういうやり方でよければ大きなガラスを作ることはできますよとこれを採用したんですね。こののガガガラララスススは特特殊殊ななでで膨張率がゼロの特殊なガラスです で50枚ほどのガラス、膨張率ゼロのガラスを作って並べるんですけど、ここで最初の数学の問題が出てきました。一個一個のガラスは膨張率が10億分の3とか10億分の5とか、そういう本当に小さい低膨張なんですけれども、みんな個性があります。若干個性の違うガラスをどう並べたらいいんでしょうかと。 みんな同じ六角形にしまますすから入れ替えができます何も考えないで並べて1枚にするのと賢い並べ方をして1枚にするのとでは出来上ががった鏡の性質が違うはずですでこれ50個ぐらいを入れ替えと何回入れ替えができるかっていうと単純に計算するとこんだけあるんですね。10の62乗と。宇宙年齢は秒にすると137億なんて10の17乗秒です。 ですから今スーパーコンピューターを使って1秒間に1万通りぐらいの計算をしてもこれ全部調べてたら宇宙は終わらないんですね。で、まあ、全部は調べきれないんですけれども10万通りぐらいを代表的なものを調べて一番賢い並べ方っていうのを見つけるとそういうことまで起こったんですね。望遠鏡の磨くのにはこれ回転双曲面っていう形の鏡なんですが。 光を一箇所から出して一箇所に戻ってきます。球面だと完璧に戻ります。実際に作りたいスバル望遠鏡は回転双曲面っていう球からちょっとずれた、開いた形になります。したがって戻って、完全には戻ってこないんですけどほとんど戻ってきます。そこでその戻り方を詳しく調べることで鏡の形を測定できるんですね。これをやるためには このの半径30メートルの長さが必要です。で、アメリカの鉱山の廃坑にこういう縦穴を掘って3 0ルの高さからレーザーを広げて戻ってくるレーザーを測って鏡の形を調べるとそういう装置を作ってもらってこれを4年間毎日毎日磨いては測り磨いては測りして。 1991年から始まった鏡作りですがガラス作りですが磨き始めて一応完成したのが1998年の8月です。これがその時の完成検査受け入れ検査の時の写真。まだメッキしてないのでガラスが透き通ってましてその裏側に2 6 1個のロボットの腕が差し込まれています。この 調節すると鏡の形が理想的な回転装置部分になるわけですね、はい、望遠鏡はそういうふうにして作っていきましたが載せる観測装置どうしますか最初20くらいの提案がありましたああいうカメラを作りたいこういう分光器を作りたい日本の全国の大学の研究者がいろんな提案書を20くらい出してきました20全部は作れません で望遠鏡の建設予算の中から7台の装置を作るぐらいの予算は割り当てられそうなので7つに絞る必要が出てきましたどれにするかっていうのをこれ議論したあの三重県の賢島で議論した合宿なんですこの時あの岡村さんいたはずなんですけれどもえっとなぜかこれっってなかったってあっそうですかそれどころじゃないか,な <laughs> そうですかはと、い。えーえー 小平大長それから当時の海部さんが代表者でしたが、まあ、観測装置の代表者が集まってまあ、ケンケンガクガクして、えー、7つの装置を決めたんですねで決めた時はまあ7つ決め手を作ってもらえば1個2個失敗しても間に合うだろうと半分ぐらいちゃんと望遠鏡の完成時までにできてればいいかなとそういうノリだったんですねところが日本人はすごいですね。 七つとも全部ちゃんと完成しました。これがその七つの観測装置です。あの主焦点ここに付けるカメラこれが今日のテーマですが、あとここの大きな実験室スペースに重たい観測装置である高分散分光器と赤外の分光器、後に保証光学が入ってきます。望遠鏡のお尻には比較的軽い軽いって言っても二トンあるんですけれども、あの装置しかつけられません。 えー、可視光の分光器とか赤外線の、えー、装置がここにとっか引っかえつけて加速するとそういうスタイルが決まったんですね。えー、これもあとでお話があると思うので、えー、顔だけですけれども本日の主役のスープライムカー主首相戦カメラを作った中心人物の方々です今日この中でも何人か来ていただいてて本当に懐かしい。 だか望遠鏡は国内で作って一旦輸送する前に組み上げて回したり動いたりちゃんとできるか確認した上でバラしてハワイに運びそして組み上げ直して98年にこういうふうに山頂に完成したんですね。ドームのの形形もスバルははちょっと変な形してますこれはあの 水流実験とか風洞実験をやってですね普通のこういう丸いドームの方が普通なんですけれども丸いドームだとこの地面の近くは温まった地面からの影路が立ち上って空気が乱れますこれのを設置境界層っていいます高さ1 5ルぐらいまでは空気が割と乱れてるんですね。で丸いドームだとこの丸いのに沿って乱れた空気が分岐の前を通っていくんですね。 見え方悪くなりますそれを避けるためにこういう円筒形のドームにすることによって乱れた風が横を回って上になるべく上がってこないようにするとまあそういうことを考えて、えー、ドームの形をこういう形にしたという経緯がありますまあ、10年かかった計画なので最初の計画から途中で変更がいろいろありました初めは300インチ7.5メートルにして 予算をもらったんですが建設を始めた頃にはヨーロッパが8 1メートルの貿易を作り始めたんですねからアメリカも8 0メートルの貿易を作り,始めます作り始めるという計画がありましたで今更7.5っていうことでこれはチキンレースですけれども、まあ、やっぱり世界一にしたいというのでちょっとケチくさいんですが8.2という大きさにあのして世界一の大きさにすると。ただし予算は ダメですよ増やせませんよということであっちこっち経費を節約してまあそれでもなんとかそれであのドームのサイズを大きくするととんでもなく予算が増えちゃいますのでドームのサイズを変えないままに鏡だけを大きくするような工夫をして建設が始まりました。それからガラスはさっきも見ていただいたように鏡の裏側から穴を掘ってそこにロボットの腕を突っ込むっていう。 まあちょっとかななりリスキーな選択しましまたそれはあのガラスの底から支えるんじゃなくてガラスの重心面で支えた方が変形が少なくなるからなんですねでもそれには穴を開けなきゃ穴を開けると割れるかもしれないまあでも我々リスクを取ろうということになりました。これが年の 1>, 1月のスープライムカムのファーストライトの観測でこれ宮崎先生が作られたカメラである銀河団のの領域の写真ですでこれスバルで撮ったのと同じところをハブル宇宙望遠鏡が撮ってましたのでどっちがよく見えるかの勝負にしたんですが私は正直この勝負負けるなと思ってたんですね。 ハブル直帆域は宇宙空間で空気のいらげがないところで撮れますからシャープです。で結果はですね両方ともあの積分時間ハブルちょっとおまけして70分スバル60分で同じ赤いフィルターで撮ってます。そうすると何等星まで見えるかっていう評価すると引き分けになったんですねなぜ引き分けになったかというとハブルの方がシャープなんだけどもスバルの方が鏡の面積が13倍ある。 光をたくさん集められるので信号がくっきりするということで感度は引き分けになっす写真撮影で負けなければ分光っていう光をスペクトルに分ける観測はもう断然スバルの方がパワフルですからこれでスバルは観測成果出るなというのが確信した覚えがあります。関連してですね 実はあのさっきもお話したようにスバル日本のスバルとヨーロッパの VLT という4台の望遠鏡アメリカのジェミナイという2台の望遠鏡ほとんど同じ頃に建設が始まりました一番遅かったのはジェミナイなんですがジェミナイの建設の予算を申請したときにアメリカにはハネカム教という別の方式を押してたグループもあってそっちの方が政治力強かったので。 こんな薄いヘニャヘニャの鏡じゃなくてなんでネカ環境採用しないんだっていうクレームがあちこちから出てアメリカの上院でどっちの方式がいいのっていう公聴会が開かれることになったんですね。で当時アメリカのグループの代表から先行してた日本とヨーロッパにその公聴会ハオク委員会っていうんですけどここでの議論のディフェンドをするためにどういうふうにそのメリットを言ったらいいかちょっと知恵を 授けてくれというのがあって、8メートルクラブっていう会議が何回か開かれました。面白いことにみんな能動光学方式っていう薄い鏡を測って制御するというのは同じなんですが、その実装は日本、ヨーロッパ、アメリカみんな違う技術を使ってたんですね。この辺は大変面白い。この会議で私何度か言われました。 あ主商店なんて重たいカメラつけて値段が上がっちゃってそれよりは望遠鏡を複数作って時間増やした方が絶対いいよと。だから「化学の観測は分光ですよ」と「スペクトルですよ」「写真撮るのはアマチュアのサイエンスですよと」と「日本もこの方式やめて安くして2台作ったら」ずい随分言われました。 私はそんなこと変えるわけにいかないのであれだったんですがそれから「スバルの主教の鏡に穴を開ける」「これも危ないからやめた方がいいよ」と望遠鏡のお尻につけるかせぐれの観測装置は4台ありますがこれ通りかえるあのね観測経験がある人はみんな分かってるけど装置を取り替えるとその調整とか検証にものすごく時間かかります。 ですから取っ換えると望遠鏡の観測の時間を失ってしまいます取っ換えるのはやめなさいといろいろ言われましたまあでもここがやっぱり日本のすごいところでこういうリスクがあったんですがこれ全部実現して取り替えも非常にスムーズにできるようになっていますでこの時に日本とかヨーロッパとかアメリカで議論した 世代の人が例えばアメリカではまとまってっていうのが天文の科学界のトップになりましたしそれからお名前が一瞬出てくるイーソの所長になった方とかですねそういう方と世界的にこういうプロジェクトの情報交換や,やり取りができたんですね。そそれが後に TMT とかうういう国際協力の時の相互信頼 もう少しでおしまいにしますがあまあこれもや,やめとこうかなこれをやめときましょう <laughs> えこれはもうハワイ観測所開設当初はこんな林の中にこんなところですね今こんだけ周りにも建物が増えてます、えー、広にある観測施設から1時間ぐらい車で上がって山頂行って観測するわけですね あとあの私個人的にはあのスバルのスープライムカムを使って宇宙で一番遠い銀河を見るっていう、まあ、とんでもない野心的な観測だったんですがそれをさせていただくことができましてこれはあの特殊なフィルターを使って星が一個もないところを15時間観測して 得られたたデータを重ねたもので4万個ぐらいの天体が映ってますがこれ全部ほとんど全部数十億光年かねたの銀河です一個一個のシミが。この中の一個だけこの赤いシミが探し求めてた億年前のの銀河の姿なんですねえこれ最近あのリチャード・エリスっていう人がお友達ですが本書いてその中でもそう紹介してくれたんですけれども。 これがどうしてそんなに遠い銀河ってわかるかっていうといろんなフィルターで写しても写らないんですが私が作りましたここの波長920980ナノメートルの赤外線だけを通すフィルターで撮影すると写ると実際にこれをスペクトルを撮るとここにライマンアルファー気線っていうスペクトル線がきちんと見えるということでこれが 石砲変異7.0129億年前の129億光年かねたの銀河であるということが確認されて、まあ、当時の世界記録になったんですね世界記録競争も面白いんですがこれはあの同じ領域を赤胞変異5.7のフィルターで観測するとこれ126.5億年前を見ていることになります。 銀河がこんだけ50個ぐらいりましたそこから1%昔を見に行きます赤は変異六6.6128.2億年前やっぱり銀河がたくさん映るんですねちょっと減りますがでその後もう0.5%奥を見に行きますこれ私の作ったフィルターで見に行くとビギナーズラックで1個見つかったんですが その後5年間観測して2番目3番目出てこないんですねこれはあの世界記録作って毎年これを自分で更新して毎年世界記録をやって触ろうと思ってたんですがビーナーズラックで1個見つかっただけあと出てこないでもこれがこの頃に宇宙で何か大きな変化が起こったということの非常に明確な証拠なんですねこれ宇宙の最伝理といいますが そういういこととをすするここがでできたわけですあこれはそのシミュレーションでしてあの宇宙は138億年前にビッグバンで始まりますが急激な膨張であっという間に冷えます。3,000万年後にはドライアイスの温度以下になってしまって冷たい宇宙で光るものがないそういう時代を緑で書いてます。そそののの中でで最初の星や銀河が生まれるとその光で 周りの冷たい宇宙が温められてオレンジ色になりますそれをシミュレーションしています私たちの観測学ちょうどこの赤と緑が入り混じる頃を見に行ったということを表しているんですねえー、これ世界記録でしたが五年間破られませんでしたしかしその後実はアメリカのグループに破られたんですがその後もですね、スバル望遠鏡などを使って日本の だかすこんだけ日本の研究者活躍したんですね <laughs> え。スバル望遠鏡の主焦点カメラの活躍の背景としてさっきも言いましたが「撮、えー、像はアマチュアだよ」「文献にしなさい」と言われたんですがまあスバルは一点豪華主義で全てやれるような望遠鏡にしたことが成功につながったと思います。 安くして観測時間二倍した方がいいよと言われたんですが、まあ計画も変更しなかった。実際このスバルの主焦点カメラの成功を見て。ヨーロッパとアメリカのグループ羨ましくなったんですね。ヨーロッパは四台もありますから。四台のうち一台を改造して。スバルの主焦点カメラみたいなものを作り作って載せたいと。アメリカも検討しました。 でできませんでしたなぜかそもそも設計とは違う望遠鏡は軽く車車に作ってますから重たいものは乗せると歪んでしまうのでうんと補強しないと精度が出ないそれだけじゃなくててっぺんにつけるのでドームからはみ出してしまうドームをもっと大きく作り直さないといけない。ということで、えー、スバルしかこれができないっていう状況がずっと続いてるんですね。このおかげで 今日本の天文学はあの大活躍してますもう終わりにしますが、まあ、あともう一つあのレーザーガイド星というのがスバル望遠鏡の大きな武器になったんですがこれはちょっと時間がないので省略いたします。これは補償工学を使って、えー、オリオン座のトラペジウムをファーストライトの時に撮った写真があるんですがそれを7年後に 賢い眼鏡をかけて撮り直すと右のように視力が10倍上がったんですね。でこの観測が今やですね月のない夜はマアナキア山頂の天文台からレーザーが飛び交ってそして望遠鏡の視力をそれぞれよくして観測すると。 ということが行われています。この日はたまたみんな天の川の銀河中心を狙ってたんですね。えー、別に我々のレーザーでお互い攻撃したりはしない、しないんですけれども、あのまあこういう観測の時代になっています。これは昨日サイエンスに発表された。 スバル望遠鏡グループの成果ですがこういうやり方で星をうんとシャープに小さくして縮めてそれを消してしまう日食を起こすそうするとその眩しい光がほとんど消えるのでこの光で反射している惑星が写真を撮れるようになるんですね。こういうい観測がスバルで昨日の「サイエンスの論文」ではそういう観測を続けるとその惑星が動いている。 軌道運動をしているというのが分かってきた。そういう成果も出ているんですね。こういうふうな成果があの統計的にも証明されています。これは過去10年間の論文数の増加率を見ているもんですが、うんと日本が紫色、世界が平均です。で、過去10年間の論文の増え方を見ると。 どの分野も残念ながら日本は世界の増え方に比べてちょっと見劣りがするという悲しい状態になってますが宇宙科学天文学の分野だけは世界標準を倍近く越してるんですねこれには一部スバルのなどの成果が貢献してるんだろうと思います。実は昨日まで京都大学の湯川記念館であの宇宙論に関する 100人ぐらいの研究会がありました私も浦島太郎ですがちょっと参加して話を聞いてたんですが、まあ、ここでもスバルのあのスープリングカムの次の宮崎さんが作ったハイパースープリグカムというものすごいカメラこれのデータが駆使されて世界中の研究者が日本のこのハイパースープリグカムのデータを使って謎解きをしようというそういう熱、ね、気があふれていました。 ま、ということでこれでしまいにいたしますがあの私の短い研究者人生の間でも学生時代から岡山の2メートル望遠鏡で観測の練習を始めさせていただき「スバル望遠鏡」が建設されてそして今は日米カナダ中国インドの5か国協力で、えー、まだちょっと時間かかるんですけれどもスバル望遠鏡のすぐ近くの真ん中の山頂に 直径30メートルの望遠鏡を作るという計画が進められています。ちょっとまあいろんな事情で建設が遅れていますが、今から10年後ぐらいにはこの望遠鏡が動き出して、宇宙に対する理解はもっと進むんだと思っています。で、まあこういうきっかけを作ってくれたのがあの主焦点カメラ、そして今日来てくださっている小平先生、岡村先生、宮崎さん他の方々のあの大変な努力と。 成果がこういうふうに日本のデモ学を発展させるきっかけになったんだというふうに思っていますどうもご清聴ありがとうございました 皆さんこんにちはあの足元の悪い中ようこそおいでいただきました私はこのようなタイトルでお話をしたいと思いますイエさんの話と若干被るところがあるんですがあの同じことでも違う人が言うとちょっと違って聞こえるかもしれませんので、えー、そのつもりでお願いしますはい最初にですねあのー。 今日の話に関係がある私の経歴をですのところをかいつまんでお話をします。私はですね、あの、山口県の下関西高等学校っていうのを卒業して、東京大学に入学して、学部、大学院の修士課程、博士課程、それから助手になって、それから助教授になって、教授になって、定年するまでですね、東大以外を出たことがないという経歴で、えー、ありました。それで、えー、その後ですね、えー、定年後にですね、法政大学に、あの、 年間ほどお世話になりました今日はちょうどですね法政大学で私が最後にですね修士論文の指導した学年の学生さんが5人来ておられますあちょっと手を挙げといてみてくださいはい <laughs> はいそれでですね あのそういうふうにしてたといっても私がずっとこの間東,あの東京に住んでいたわけではありませんここにありますようにですね、えー、1978年から91年まで13年間先ほど家さんの話にありました長野県の基礎観測所というところに行っていましてで私がです、ね、この「すばる望遠鏡計画」を知ったのが大学院の修士課程ぐらいでかがふんわり始めたのはですねまあ助手になってからなんですがこの頃まあ長野県におりましてところがですねか 関わりを深めた年にです、ね、まさにこの「スバル望遠鏡」を作るために東京天文台これは東大の付属の研究所だったのですがそれが開祖になって国立天文台。 いうことになりですね、基礎観測所は東京大学にそのまま残るということになったので、私はですね、それ以降はスバル望遠鏡計画本体とは一線を画すことになりまして、95年からですね、シプリームカムという装置の開発を始めていたということになっています。 あの、紹介ありましたがス、スプリームカムというのはですね、このスバル望遠鏡の主焦点に置かれたあカメラで、スバルプライムフォーカスカメラというのをもじってスプリームカムというふうに言っています。主焦点というのはですね、望遠鏡の光が鏡で一回反射されただけで来るので、えー、光の損失が最小で広い視野が取れるというあの特徴がある焦点であります。 これが「シュプリームカム」の本体で,ですね、後でちょっと言いますけどもこの「放射や補正工学系」というのとペアになって使う装置であります。でこれが「シュプリームカム」の装置論文ですがあの責任者が私で副責任者が関口君と宮崎君あの2人ともよくここに来てますけれどもでですねここにいる人たちがあの著者ということになっています。 あの、装置開発グループというのはですね、観測所に装置を作って引き渡すまでが開発グループの責任で、その装置を使って、あの、共同利用の観測で成果を上げるっていうのの支援は、サポートアストロノマーというふうに呼ばれている人たちがいて、この3人の人はですね、シュプリームカムの歴代のサポートアストロノマーになりました。 その私がですねこの「スバル望遠鏡」に関わり始めた1972年頃大学の修士ですけどこれからは文工の時代っていう時だったんですね。でしかも日本で行われてきた伝統的な観測は藤田芳雄先生に始まる「えー、構成星の文工学」でありました。 ついでにですね、天文観測でこの撮像観測と文光観測について説明をしておきますと、撮像観測というのはカメラを用いて写真を撮ります。こんなような写真が撮れます。そうすると当然このどんな天体があるかっていう位置と明るさと色とかまあ形がわかるわけですね。 これに対して分光観測というのは分光器という装置を用います。それでこれ一個一個の天体の光をですね波長ごとの光の強度分布スペクトルというのに分けて観測する。これが分光観測です。でこちらのスペクトルからはですねその天体の物理状態ですね、蘇生とか温度密度運動速度こういうのが分かるとそういうふうに2つ観測のモードが大きくあるわけです。 それでこれからはだから分校の時代と言われていたんです当時はね。で、えー、背景をちょっと考えるとですね、これ1962年からこの80年ぐらいまで天文は学は発見の時代ですた大発見が続くんです。えー、62年 X 先生、それからクエーサー、宇宙マイクロ波背景放射、パルサーとかですね、えー、この頃に望遠鏡の話が出てます。で、ブラックホール候補天体、ガンマー線バースト、重力レンズ、 それからダークマターの証拠とかですね出ていて新発見の連続でその正体を知るためには物理状態を知らなければいけないとそれがもうとても重要視をされていたわけです。でしかも日本の伝統は構成の文献学でしたから正直のところカメラに大きな期待は持たれていなかったんですこの望遠鏡の計画が始まった頃。 で、えー、それはそうだったんですが、あのですね、やっぱりまあ、あの、そういう撮像で、高視野でっていうのに関心があった人たちもいて、まあ、10人ぐらいの名前が書いてありますけど、そういう人たちが、そのまあ、サブグループを作ってですね、次の望遠鏡にはやっぱり、あの、広い視野で、えー、写真が、画像が撮れるカメラがあるといいと。で、満月くらいよりは、満月ぐらいが撮れる視野が欲しいというような提案をしました。 それで、えー、まあそういうこともありで、そこれ先ほどから、あの、家さんも見せられたですね、あの計画書なんですが、この計画書ではですね、主商店、カセグレン商店、夏日商店、クーデ商店というのを作ると、それから少なくとも一つの商店では0.5度、満月と同じ大きさですね、の視野を取るということが言われていたんですが、後でお話ししますけど、実は主商店はとてもピンチになった時がありました。で、 これは余談なんですけれども、ここにですね、この時期はですね、ワープロが急速に普及した時期でした。あの、これ手書きですよね。これは私が手書きで84年です。それから、同じ時期にできたですね、この報告書に元のものになったですね、この計画書は、これ,いやこれも手書きですね。これが実はですね、小平先生の手書きなんです。それで、当時はですね、 プロジェクトリーダーが計画書を書くの手で書いてた。そういう時代だったんです。この絵もですね、これ確か野口さけしさんのスケッチですよね。みんな絵なんか描けないから手で描いたんです、これ。手で描いた絵がちゃんとこういう予算要求のもとになる本に載ってる。こういう時代だったんですね。はい。 それで、えー、その計画が大体出来上がったと、望遠鏡計画が出来上がった頃に、まあ世界へお披露目をしよう。JNLT と当時は呼んでいましたジャパニーズ・ナシのラージ・テレスコープです。で、そう呼んでいましてですね、これ世界をお披露目する国際研究会をやろうと、東大で、えー、あのやりました。これ集合写真で、くしくもですね、この前の二人の方に私とイエさんが2人並んでいるという写真であります。 それで私はこの研究会でですね、この JNLT の可視光の観測装置のサマリーをやりなさいというふうに言われました。 ところがですね、大変困ったのは望遠鏡の検討は結構進んでいたんですけれども観測装置の検討っていうのはほとんど進んでいなくてですね、えー、まあどうしようっていう感じだったわけです。これやれと言われてもですね。で、この絵はですね、私もどうしようもないからみんなにですね、何にも言わないで私があの勝手に手で描いたこんな絵しかなかったですね。で、そういう状況だったんですけど、実はちょっとこの時すでにですね、あのまあ多少 <laughs> ゆったり構えていられるってことがあってですね。それは計算、このカメラができたらどんぐらい暗い天体がと映るかっていうのを計算してみようということに、をやっていたわけです。すでに。これちょっと複雑なグラフで恐縮ですが、縦軸が天体の等級、下に行くほど暗いです。横軸がその使う観測時間ですね。ですから観測時間を長くすれば当然暗い天体が見えるわけですから、グラフが右下がりの線になります。 この時です、ね、だからこれができたとしてハッブル宇宙望遠鏡まだこの時も上がってないんですよこの,この時点では。あーでも世界の機体を担いといったハッブル宇宙望遠鏡とこの JNLT の比較してみるとこれだから下にあるほど同じ時間で暗い天体が観測できるわけですからこう見てみるとですねなんとこのカメラができたらハッブル宇宙望遠鏡よりすごい。 ことになるというのが分かったので、まあ、絵はこれしかないんですけれども、できればすごいよっていう感じでやればいいかというふうに思って発表をしました。でも、この時はすでにですね、CCD にするということは決まっていたんですね。 それで、ここに書いてありますが、実は主焦点カメラというのは、この下にある校舎や補正光学系というものと一緒にでないと意味がないんです。つまり、広い視野をとっても、その視野の中に綺麗にその天体が像を結ばなきゃいけないんですが、これがなければ全然ダメなんで、これはまあ、 本当はカメラと一体のものなんですが一応望遠鏡側の装置なのであの、えー、今日はですね次のスライド1枚で簡単にあの説明するだけにとど、えー、めておきます。 これがですね、その思想点、校舎、補正工学系。これは、あの、成合先生が今日も来られてるのかなあを中心にですね、こういういろんな方がですね、その我々のグループが満月と同じぐらいの視野を取りたいというので、一生懸命計算をされました。私はこういう工学計算ができないのでですね、えー、時々成合先生のところに行って、成合先生どうなりましたって言っていて、ただ成合先生がこういうふうになったよっていう、こういう、うこの、 データをですね、私はこれみんな手書きでこうきれいに集めて、グラフも手でみんなこういう時代だったんですね、手で書いて、ああ、もうちょっとあれですねっていうような感じで言っていたんですね。で、まあ、それはそれでもう非常にですね、あの、あの、ポンチエットは全然違う複雑だけども素晴らしい光学系ができたわけです。これはこれで、あの、そういうことでですね、これがなければ焦点カメラは意味がなかった、作っても意味がなかったわけです。 さて、あの、主焦点の危機というのがあったというお話をしましたけれども、これちょっと見てください。これ左がばる望遠鏡8メートル。これ10メートルの結局望遠鏡で、さっき家さんの話にありましたように、こっちの望遠鏡結構華奢に見えますよね。あの骨組みを見ても。で、ここなんか主焦点のように見えるんですが、これはそうじゃなくて、あの、反射、あの、鏡をあの支えるだけで。だから 主焦点を作るってことはですね、非常に望遠鏡が、あの構造があ変わってきてですね、えー、大きな困難があるわけで、一番目がですから、あの、頑丈にしなきゃいけない。これはさっきの話ありましたよね、経費がかかる。からもう一つはですね、こんな宙づりの位置にカメラを非常に正確な位置に保持しなきゃいけない。望遠鏡動きますけどね、保持しなければいけないということがある。そ技術の問題、二つあるわけです。 で当時ですねそのいわゆる三菱電機がああのジェネラルコントラクターだったわけですけれども世界の他の 8m メー基望遠鏡では試商店を計画してないのは技術的に難しいからじゃないかとでそもそも大体使いたい人はいるのという話になっていやいやこのままだったらもう試商店はやめようっていうことになっていたようなこともあったと。 私は理解して何でそのような話が出てきたかっていうのをちょっとお話をしたいと思っています。あのこれもイエさんの話でありましたように写真天文学の世界は写真乾板からですね CCD に移り変わるという時代でありましてこの写真で撮った画像と CCD で撮った画像を見ればですね明らかに違うと。 ところがあ基礎、写真看板はこんな大きさがあるのに、面積があるのに、CCD はこの指のぐらいのサイズしかないですね。だからこれで広い空を観測するのはとても無,無理だとん。だからまあ写真がまだいいよねとか言ってたので、でもですね、やっぱりこれ CCD をじゃあたくさん並べたらですね、写真看板に迫れるのではないかということで、モザイク CCD カメラ、たくさん並べるカメラ。 こういうのを開発するというのが当時の流行でありました。それで私がいましたですね、東大の基礎観測所ですね、これ基礎の御嶽さんです。ここにシュミットのドームがあります。ここでもまあモザイク CCD カメラの開発をやろうということになったのですが、それはですね、どういうきっかけで始まったかっていうと今日来てますけれども、関口真希君。 彼がですね88年にに国立天文の助手に採用されたこれ高エネルギー実験の分野からで当時ですねこの天文のこの可視光の分野でそういう実験分野から助手を取るってことはあれもう全くなかったこれは亡くなった古材台帳の,あの英断だと言われていますがともかく関口君がやってきたそれですぐにですねこの望遠鏡にモザイク CCD カメラを作ろうと言い始めました。 で関口君はですねあの、この基礎のモザイクカメラだけではなくて、当時、天文台にできた開発実験センターっていわれる装置開発をするセンターになるですね、それの立ち上げ、整備とかをやってですね、実は日本の天文学分野、賢いのですね、賢いとは言わないか、天文学分野の CCD 化の基礎を築いたのは関口君であります。 それでまあ、だからはじこれで始めることになったんですね。それでモザイク CCD カメラを開発するというので、最初の1号機というのはこういうふうに16個並べたカメラですが、これでも当時ですね、稼働中のモザイク CCD カメラとしては世界最大であったわけです。 で、えー、次にもうちょっと工夫をしてですね、もうちょっといいカメラを作って、これはあ海外の基礎は天気がまあ,あんまり良、えー、くないので、海外の,あのいい天気のところに持ってって観測をしようと、こういうふうにやっていたわけです。それでですね、ちょっとあの私がの研究室の研究テーマあーあの,あの変遷、えー というのを書きましたけれど、これは私は終始からですね、95年頃まではですね、主に 写真看板を用いた銀河の写真速攻という研究をしてました。基礎観測所でもですが、こういう現像とかですね、そのデータ処理のシステムとかやりまして、でもやっぱりその徐々に CCD カメラに移っていかなきゃいけないなということで、1号機、2号機と、これ関口君が中心になってやったものですが、あの、当初の予定としてはですね、これを続けていって、それでスバルができるので、 このスバルのカメラを作るとこういうふうにして研究を進めていこうというふうに思っていましたところがですねここにですねスローンデジタルスカイサーベイ SDSS と省略してますけどこういうプロジェクトが飛び入りで入ってきましたこれはですねこのモザイク CCD カメラ1号機これをですね、えー SDSS これを計画してた中心人物のジム・ガンっていう人が見てですねこれはすごい一緒にやろうということになったわけです。でこのプロジェクトはですね飛び入りではあったんですが非常に大規模な国際共同プロジェクトでしてこれに参加することになったわけです。 これ当時私が作っていた流れですがモザイク、これ横軸年号ですね、89年から2000年までの計画です。95年に作った計画ですが、モザイク CC カメラ1号機を作り、2号機を作り、それからシプリームカム、あのスバルのカメラを作ると、この間にその SDSS っていうのが入っては来たんだけれども、まあ、 こういう感じでちょっとなんとか頑張ればこれ当初5年で終わるっていうあの開発は5年で終わるっていう計画でしたから頑張ればなんとかなるだろうというふうに思っていたわけです。ところがですね 全然5年ななんんかでで終わらないんですねス,ロンディスカイサービス延々延々開発が続きましたこんなんですけどそのうちにもうスバルの方もやらなきゃいけないのにこっちが手が離せないっていう状況になってですね私の関口くんとか私のグループのです、ね、上の方の人はこっちに結構力を割かなきゃいけなくなって関口くんはもう結構1ヶ月とか2ヶ月とか長期的にプリンストンに行っちゃったりしてですね滞在をすることになったんですね。 でも,もう手が回らなくなくったこれがあのさっきイエスさんの時にですねあの会に私がいなかった理由の一つであるんですけれどもそこでですね結局はその私の研究室は大学院生が ああ、ですね。まあ、活躍をしてもらうことになるわけです。今はもう教授になっている人も何人もいますけれども。まあ、十二年間ぐらいですね。この中、この中、あいはい、この大学院生の人がいろんな、あの、デモナリストとかと協力して。頑張ったわけです。 ででこのですね本当にもうどうにも手が回らなくなってどうしようもなくなった時にですね、えー、彗星のごとく現れた救世主がこ <laughs> 宮崎君ですこれ関口君が声をかけたんだと理解をしていますけれども宮崎君はもうハワイ大学で CCD のいろんなですねあのカメラのことを勉強してきて、えー、もう本当に専門家でですね、えー、スバル全体の CCD のですね調達とか評価を担当しました。シプリーム カメラへ阻止をマウントするとかハワイでの初期立ち上げにあの1年近くはですね専念してくれたというふうに思っています。で『思春典』の危機の話をしましたよね。で だからそもそも使いたい人がいるのかって話になったのはいやいや作ろうって言ってた我々がスローンディザースカーサーフェイですねもう二足のわらじになってもうどうにもなんなくていろんなところだからあの研究会にも出れないとかサボっていたからだというふうに思っていて、えー、もう手が出せなければ口を出すぐらいしかできないなということでですね当時はですね結構過激的なことでってこ,のこういう視床、えー、点を実現しないとですねこれなしでスバルが世界一になることはありえないというだけは 言ってある <laughs> これでやっていたわけですです、えー、なんかあのこれは聞くところによるとですね「出匠天はやっぱり作ろう」ということであの国立天文台の望遠鏡グループは外国の本物天文学者を呼んでですね「出匠天は大事だ」ということをやったということも聞いています。さらにその技術的な問題はですねあの三菱電機の技術者がですねこの 主焦点を支えるこの「六本ジャッキのです、ね」の、えー、この「スチュワートプラットフォーム」っていうんですがこれをうまく使ったらうまく支えられるということになってまあ問題が解決して「点を作るということに焦点を作るということになったわけです。そこで我々はですねそのじゃあ <laughs> こういう計画書を作ってですねまあこの計画書でこれでいいっていわゆる望遠鏡グループから言われないと予算がもらえないわけですからこれをまあともかく作った。 これもう96年95年頃から始めなきゃいけなかったのがも,もうすでにここで1年以上遅れてるんですけれどもこういうものを作ったこれ小宮山君が書いたんだと思いますけどさっきの「私のポンチエ」よりはだいぶ進歩した絵になっていますよねでまあ一応これで合格してじゃあ作ろうってさっき言った家さんの話にあった7台のうちの1台がこれになるということになったわけですそれでですねあの このシュプリームカムというのは私の,記憶あの理解が正しければですね、えー、天文分野の可視光の観測装置で初めてこの CAD を,、ね、を使った装置だというふうに思っています。これも関口くんがあの使い始めてだから小宮山くんとか大学院生がこれをマスターするようになって、えー、この絵なんかは小宮山くんが AutoCAD っていうソフトを使って描いたものです。 でそれまではみんなですねこういう性能のものが欲しいって言ったらともかくメーカーに投げてでメーカーがこういう図面を引いて作るということだったんですがこれに基づいてこのデュアっていうか CCD を入れる真空の冷凍容器はですね天文台の工場で製作しこれ入れる箱ですね箱は石原製作所っていうのでこの図面通りに作ってくださいということになったわけです。 これができてきたのを見てですね、これが CAD の絵でですね、これあの実際のものですけど、私は当然なんですが、すごっくりだなと思って、えらく感動したのことをですね、覚えています。それぐらい珍しいことだと。CAD で作るということはですね、はい。 それからあとそのカメラにはもう一つフィルターっていうものが必要ですあのいろんな波長の光の中でここだけの色で撮りたいとかいうこういうふうにですねだからそういう撮りたい波長帯を指定するためにフィルターがたくさんいるんですけれどもこれはあのこれも結構大変な技術だったんですがアサヒ文庫が製造してですねこれガラスが来るんですがこれをこの専用の枠につけなきゃいけない。 これはです、ね、あの関口君と私もちょっとだけやりましたがあの天文台のクリーンルームに行ってです、ね、こうやって入れ,入れてです、ね、周りからこのりをチューブでこう入れてくっつけるっていうような作業をやりました。 それでまあまあなんとかあのできると98年になってですねその頃になるとまああの試験観測引き渡し計画書というのを作れということに天文問題のグループからまあ望遠鏡グループから言われるわけです。それは全体計画で今どんな状況だとそれからですねどうなってできたら試験観測はどのようにしてやる。 それから観測所に引き渡したあとは「二毛はどうする」とか「何とか」とかいろいろこれ書かなきゃいけない。でこれをともかく書いて初めてですね装置を引き渡すっていう手順になるわけです。これがですねその頃に撮った写真で、えー、っと宮崎君関口君ですね小宮山君もいますね。 であのこれはですねスバルとは関係なくって国立天文台の三鷹にこれテストをするための望遠鏡のお尻の部分だけをのがあったわけでシミュレーターというふうに言ってましたけれどもそれの前で撮った写真です。でこれもそうやってあのお尻につけてですねいろいろ振り回したりしてあの問題ないかを見ると。でこの日ですから11月28日と書いて。 でありますね28日に一応全部テストが終わったというのでこれからクレーンでみんなでですね、えー、下ろして翌日にこれを全部梱包してハワイに送りましたこれでですすから1月11月29ですねこれ見てくださいファーストライトっていうのは1月4日ですからたった1ヶ月しかないこれぐらいギリギリでようやく間に合ったっていう話です。 これがそのトラックを見送る関口君の後ろ姿なんですけどなんとなしにですね娘を嫁に出す父親のような感じに見えるというのは私の偏見かもしれないですね。ここううややっっって、まあ、ああ行って行ったわけですそれで、えー、最初にですね、えー、本当は主将点につけなきゃいけないんですが主将点は出来上がっていなかったので稼ぐ連勝点というので、えー、ファーストライトをやります。 これでですすねハブル望遠鏡よりすごいってこことが実証されれましたこれはさっきのイエさんのと同じ絵なんですがあちょっとだけ工夫をしてですねよく見えるようにしたこの丸の中を見てみてくださいこのこういうところでですねどちらがどんぐらい写ってるかでさっきの話のように、ね、う遜色がないもうそれは実証されたわけです。さらにですねポイントは何かとというとこの ハブル宇宙望遠鏡のカメラの視野はこれしかない後にですねもうちょっと広い視野のに変わるんですがこのシュプリームカムの視野はこんなにあっただけですから圧倒的にあの強力な装置になったわけです。 でえー、当然ですね稼ぐ練習点ではなくて思想点につけなければいけないんですが始点のファーストトライトは6ヶ月後ですただしですねじゃあこれでうまくいったかっていうと割と大変で。 安定運用まででにさらに1年かかったんですこの間がとてもとても大変でですねなん、えー、でかというとまあ師匠店っいうのは望遠鏡側のシステムなんですねところがシプリームカムっていうのは装置でこれをくっつけて一緒に動くようにしなきゃいけないんですがトラブルが起きてもどっちに原因があるのかわかんないでですねいろんな問題があってですねこの裏話は山ほどあるんですけれども時間がないので <laughs> やりませんがあの ともかくこの大変な時期を過ぎて最初の共同利用観測2000年10月から共同利用に提供することができました。で 開発グループへの報酬、この共同利用の中でこれって20番観測時間をやるこれでですねあんだけ大変な装置を作ってくるこれはもちろんですねせめぎ合いいっぱいありました装置グループは20番ってことはないだろうっていうふうに言いますし望遠鏡がはあんなにみんなにあげたらどうしようもないというような話でですねこういうふうになったわけであります。 それであの最初に撮ったです、ね、このアンドロメダ銀河のです、ね、これは基礎のシミットで撮ったものですこれ,これ天の川の中をですね「えー、シプリームカム」で撮るとアンドロメダ銀河の中にですね星がこの明るい星は別ですよこ細かい星が一個一個見えてるこの天の川の星みたいに見えてるっていうんでこれとっても感動私は感動をしました。 それで、えーまあ、あの使ってですね「えー、あのシプリーム・カム」が大きな成果を上げたんですが第一世代の装置7装置あると言いましたけれどもこれは最初の10年間のですね、えー、論文、うん「スバルを使った論文全部のうちの「です、ね、シュプリーム科目がほとん・カム」がほぼ半分です。インパクト・ファクターっていうのは、まあ、あのどれぐらいその論文が引用されたかということだと思ってください。そうすするとですねシプリーム科目がやっぱり非常 非常に大きなあの引用をされる結果を出しています。突然ですけどこれなんだかわかります？人類の進化 <laughs> よく使われる図ですよね。でこれはですね、えー、まあ先ほど言いますサポートアストロノマーっていうのがいてさもう実際引き渡したらサポートアストロノマーがもう運用の責任を持ってメンテナンスもやると言いましたがこの サポートアストロもあの進化の図なんですね。これちょうど小宮山君、古澤君、中田君も今日来ていますけど、中田君、寺井君というふうになってこの17年間を支えたサポートアストロの。 で宮崎君も先ほど言いましたようにサポートアストロノマではなかったんですが最初の1年ぐらいはもう本当にサポートアストロノマと同じようにやってもらったわけですだからこう本当にですねこの人類の進化になぞらえたいと彼らが思ったぐらい大変だったやつをサポートアストロノマがきちんと動く装置にきちんと成果を上げるように頑張ってくれたというふうに思っています。とこころがですねこれ すごい順調に進化して成長したわけではなくて大変なことが起きました。冷却も液漏れ事故っていうのが起こってですね、これは2011年7月にこの首相邸のここからですね冷却していた液が漏れて下までお垂れちゃうということが起きてですね、主橋も冷却液に潰れるし。し、えー、この当然シュプリーム館も 駅にに使っちゃうしその下にあった装置もまあ使うということが起きたわけです。でこれはですね、えー、そのさらに大変だったのはですね HSC この後で話しますがハイパーシュプリームカーこれ今宮崎君があ,あの p i で作った現在大活躍をしている後継機ですがこれのですがハワイに到着しても共同利用を始める。 ほんのですね年前ぐらいにこれが起きたわけですそれでだからもうこれもう大変なあれでもうここまで来たんだからあのハイパーシュプリームカムがもうじき使えるようになるからシュプリームカムはここでやめようという話もあったらしいんですがあのここにあるようにですねこっちがあの シュプリームカムの修復作業をしているそのこっち脇には新しく来たですねハイパーシュプリームカムがあってですね、えー、中田君の記事によりますと私は一体どっちを手伝ったらいいんでしょうみたいなです、ね、話が起きたというふうに聞いています。 それで今の話に出たハイパーシュプリームカムですけれどもこれはだからシュプリームカムの後継機ですがあの宮崎くんがですねかなり早くからシュプリームカムがまだあの完璧に動いている頃から次の装置を考えていてですね一回り大きな要するに規模も全部次世代といっていいですねそういうような装置を作るということになりました。 でこれはですねあの視野だけを見るとですね上に書いてありますけれども「シュプリームカム」の視野が満月1個分ぐらいだと言いましたがそれのさらにです、ねえー、10倍近くあるんですねこんな広い視野でしかも CCD が「シュプリームカム」は10個でしたがこれ116個もついてるとこういうすごいカメラ。 でですねこのカメラが今家さんの話になりました現代の天文学の最先端のですねデータを生み出して、えー、大活躍をしているというわけです。で、えー、これがあるからいいということにはならずにですねやっぱりあそこでシュプリームカムをまだ使わなきゃという話になったので一生懸命拭いてですねあの直していったということになります。それで 実はだから、あの、このスプリームカムの大成功っていうのはですね、開発グループの予想をさらに上回るほどの大成功だったんです。どうしてかなというのを、ちょっと、まあ、考えてみたんですが、この四つほどあります。カメラはですね、写そうと思ったものだけじゃなくて、何でも写る。それから、稀な天体、広く探さないとわからない。これ、さっきイエさん言いましたね。それから、イメージクオリティ、像の質が非常にいいんです。スバルの、あの、焦点補正光学系の。 これがが良いと新たな分野に踏み出せるってことがあったそれから最後はですね学問の流れと幸運にもマッチした次は文工の時代って言ってたのがねそうじゃなくなったでいや文工だけでもダメだよと殺像も重要だっていう流れとマッチしたんだというふうに思っています。残りの時間でちょっとですね簡単に一個ずつ言います。何ででもるっていうのはですね このグラフは横軸は西暦の年号で縦軸は論文数と書いてありますけど普通の論文ではないんですいわゆるデータアーカイブっていうかあの誰でも使っていいよっていう風になったデータを使って発表した論文数ですからこれはですねもう観測提案をしたグループはもうそれやって論文書いちゃったからいいですよと誰皆さんお使いくださいって言ってるアーカイブデータそれを使ってオリジナルな論文を書く でこの黒っぽいやつが「シュプリームカム」のデータを使ったもの水色がですね「シュプリームカム」以外の「スバル望遠鏡」の装置を使ったものデータ一番上がですね「そのスバル以外の日本の装置ということでこれ断トツにですね「シュプリームカム」のデータをアーカイブデータを使った論文が 多いといとうことがわかりますこれはだからこの目的で使ったデータも他の目的に使えもう使えるということを示しているわけですこの格視野のカメラで良いものがあればね。はい、でこれはさっきのイエさんのずっとほとんど同じなんですがこれも横軸が西暦年で縦軸が宇宙の何年どこ宇宙の何億年前まで見えたかというもののグラフなんですがあの。 ハッブル宇宙望遠鏡が上がるまでほとんどがですねその遠い天体の記録というのは電波銀河とかクエーサーというそういうものでありましたところがこのハッブル宇宙望遠鏡が上がってですね観測をしたことによってですね可視光ででもこううややれば見っっかかるよっていうやり方が分かったわたけですねそこでこの「スバル望遠鏡」が運用開始になるとですねあの 次々とそのスバルがイエさんの話にあった、ね、イエさんのやつもこの辺かなどっかにあこれかなあ,のあるんですがあのスバルが最遠方銀河の記録っていうのをずっと保持するという時代が続いたわけです。それから 3番目のイメージクオリティが良いこれはねこのカメラはあのハイパーシュフリーム感もそうですけれどもとてもイメージクオリティが良いのでこんなこともできるとこれね弱い重力レンズ効果というふうに言いますがここに銀河の集団があってこの周りをダークマターが取り巻いているってこういうのが宇宙の空間にあるとこちら側からですねこ,のこれを通して後ろの銀河を見るとこのダークマターの質量によって で空間がが歪歪められれて像がちょっと歪むんですこれだから同心円状にちょっと見えますよねこれがもしなかったらですね後ろにあるようにそういうものは見られこういうふうに見えるのがこのダークマターがあるの塊があるとこんなふうに見えると。でこれをですね精密にだから本当にどれぐらい歪んでるのかっていうのを精密に測るとこのダークマターがどんなふうに分布してるかということが分かるという話です。 これはですね宮崎君が一番このグループの中ではあの開発グループの中では関心があったのでですね最初にやりましたがこういう効果をやるとちゃんとですねダークマーターと銀河の分布が分かるっていう先駆的な論文を書きましたがこれは今ハイパーシフリームカム HSC と省略してますがこのサーベイで非常に大きな発展をしています。 シュプリームカム時代のですねハイライトといえばですね、えー、一個一個の銀河団をですね1個観測してもこんなデータだけどこれ10個20個50個も観測すると平均としては非常に精度ののののいこのダーークマターの分布のグラフがけますそうするとですねこれどういう理論と合ってるんだ合ってないというこういうことがあの検証できるということになってこういう成果が上がりました。 さらにでですすねね番目の話はですねえ皆さんあのご存知と思いますが我々の宇宙は基本的には銀河が満ち溢れて銀河からなる宇宙ということになってるんですが宇宙の空間の中で銀河がどのように分布してるかっていう概念はですね70年代はこんんなイメージだったんですなんかあの一ほぼ一様に分布はしてるけどところどころ銀河が集まって銀河団とか銀河群があると。 この辺はフィールドと言われてこれ銀河軍銀河団というふうに言ってましたイメージ的に書くとですねこんな感じですなんか平原があって時々高い山があったりちょっとした丘があるとこういう感じですねところが観測が進んでくるとですねいやそうじゃないよとこれが実際の観測データですんな平原と山どころじゃなくてもうすごいことになっていて、えー、山脈とですね谷があ連なってると。 こういうイメージだってことが分かりました。これは実はあの、本当にエスバル望遠鏡の計画ができた。計画をしやがあの話した。話し合われた頃は全く分かっていなかったことでですね、えー、私もこの89年さっきのあの。 手書きの次にあった計画書に何か書かないきゃいけないっていうので、どうしようと思ってですね。その当時はだからこれしか分かってなくて、まあ、ここぐらいがはっきりしてた。なんかこの先でスバルでなんかやるっていうのを書かなきゃいけないから、しょうがないなと思って。まあ適当にこうやってですね。こういうのがつながってるって書いた。これは苦し紛れで書いたけど、実は意外とよく一致してんだということがあって、こういうことがあったわけですね。 ということはだからもう宇宙の中の銀河の分布はもう300とかになっていてそれが実は138億年の間にだん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 異様なところからできてくるわけです。次のスライドでこのですね大規模構造の中で銀河団ができてくるシミュレーションコンピュータシミュレーションをお見せします。注意していただきたいのは138億年を15秒にしてますからね。いいですか。これを見てください。 これですこれみんな一個一個銀河でこういうふうに銀河を起こってきてここで集まってですね銀河の集団ができて銀河団ができていくわけですこれ繰り返しますこうやってだんだん最初は膨張してるんですけどこれがだんだん落ちていくわけですねだから銀河を取り巻く環境っていうのは138億年の中でずっといろいろ変わっ いくわけです銀河を取り巻く環境が変わっていってですねその銀河の存在する環境と性質の関連を調べることがとても重要っていうふうに学問の流れが変わってきたんですね。ですから一個一個の銀河をやって分光観測をしてするだけではダメでそういう銀河がどういう環境に えあったのかっていうのを広い範囲で調べてみないといけないっていうことになってそういう学問の流れが変わったというのもですね「シフプリームカム」の予想外の成功の一つの原因だというふうに思っています。 というわけで,です、ね、これは自慢話なんですが講子や観測が重要だ重要だと言ってきたということでですねスバルの20周年の記念式典に、えーえー、常田大臣からら感謝状をもらったとということがありますそれでいよいよこれがあの最後の最終欄ですね2017年5月30日これは三鷹のリモート観測室であります。 で、これ、後ろの方はですね、これ、吉田吉田所長はですね、ハワイ観測所の。なんか、ケーキを作ってくれたような気がしてるんですけれども。とか、で、あの、向こうのハワイの人たちは、あの、こういう。中継画像で一緒に、あの。最終の欄を祝って、くれました。関口君もいて、あ、成合先生はここにいますね。これ、岡田さんっていう、あの、ディオアとかを工場で作ってくれた人です。それで。実は。これも。 わずか夜明け前の最後のあの20分10分だったかもしれないですね20分だけは使ってよいと装置開発のグループが自由にということを言われてですね、えー、このこの銀河を取りました、えー、なんでこの銀河かというのは <laughs> あんまり意味がないんですが私が修士論文で岡山の望遠鏡で最初に取った銀河の一つだ。 というだけの理由ですあんまり <laughs> 意味はないんですけどまあともかくこういうふうにしてあの最後の欄が順調にしかも晴天に恵まれて終わりましたそれでこの「シプリームカム」のですねいろんなあの成果だとか思い出とかはですねなんと「天文月報」の3号にわたって特集が組まれています。こんこれれだけの人がう、ね、ういい文章を書いてくれました それで、えー シプリームカムがですね今ままさにこの会を開いている理由ですけど科学博物館で幸せな第二の人生を送ることができるようになりましたこれはですねやっぱりホラグチ君があの功績が非常に大きくてですね、えー、彼があのまだスプリームカムがバリバリの現役の頃からやっぱりこういうことをしたいというふうに熱意を持ってくれて、えー、いたことそれからあの天文台の方ではですね宮崎君が中心にそれに対応したもちろん最後の頃はいろんな人がいろいろ いろんなことをやってくださったんですが、そういうおかげであります。うんここでですからもう本当にあの皆さんに厚く感謝を申し上げたいというふうに思っています。はい、ご静聴ありがとうございました。 まああのシーグとかそれから晴天率それからあの夜空の暗さどれをとっても国内で一番いい場所でも世界の最高の場所と比べるとかなりはっきり見劣りがするっていうことがあったんですね、はい、ただあの岡山の望遠鏡2メートルの望遠鏡も実は1960年にイギリスから買って使い始めたものです日本では大きな望遠鏡を作った実績のある企業がありませんでしたしたがって メートルの望遠鏡を日本が作るって言ってて言も、まあ、無,謀無謀に聞こえますよね。で、それよりはやっぱり中間の3 5メートルの望遠鏡を日本できちんと作ってステップを踏んでやっていくべきだっていう意見といやそれやってたんじゃいつまでたっても後輪になるからっていうそういう議論だったんですね。 そうですはいあの3.5メートル派の人も国内の観測条件が劣るということはこれはあの認めざるを得ないことだったんではい、あよく聞いてくださいました実は2006年にハワイで20世紀最大の地震がありましたであの8.2メートルのガラスは261本のロボットが支えていますが位置決めのために 3箇所は固定パッドというところに接着してるんですね。ですで実際その時には接着したパッドの一部が剥がれて剥がれた時にガラスの一部を持っていっちゃうとそういう事故が起こりました。これうんとひどかったらパリンと割れちゃったかもしれないんですけれども。あただしあの それは、まあ、修復して、今、使ってます。そういうリスクがあります。私の一つのジョーク、が、あの。スバルの鏡は、小さな鏡を。溶かし合わせて、つないでるんですね。ヒュ,ヒューズ。あ、誘拐、ヒューズって言うんですか。それを。ヒューズして、一枚のガラスにしてるんですね。で、大きなガラス。で、割れちゃったら、どうするんの。実際、それ、そういうことが起こったら。 あの、接着し直すことはなかなかできないんですが、でも、接着で作ってるので、これは冗談ですよ。冗談ですが、もう一回繋いで磨き直せばいいんだと。リフューズすればいいと。だけど、そんなことが起こるのは私はリフューズするという。なんか、そういう、そういうブラックジョークを言ったら、海外の天文学者に大受けしました <laughs>。 はいいあありがとうございますすのですね TMT とかそのヨーロッパの計画のいわゆる3 0メートルクラスの望遠鏡は主焦点を作ろうというふうには思っていないしそれはなかなかできない話ですがあこの先つまりシュフハイパーシュプリームカムを超えるっていうのはですね 8m の望遠鏡そのものの設計光学設計を変えてシュミット望遠鏡のようにですね 8m だけれどもすごい広い視野が取れてその撮像だけをやるっていうですね、あのー、今はベラルービン天文台っていうふうに名前がついたんですけれどもそこにあるですね LSST という新しい望遠鏡でその高視野の撮像を とかそれはもう本当に空全体をですねあっという間に撮るみたいな望遠鏡が間もなく動き出そうとしていますもうすぐですよね宮崎。 あとだぐら,いしたら,だらあのシュプリーム感もすごいすごいハイパーシュプリーム感もすごいと言ってますが、まあ、あと2年したらですね多分そのこのまま何もしなかったらそちらに移っていくというふうにだからそれはもう世界中の人たちが集まってこの新しい望遠鏡高視野の8メートルの望遠鏡を作るという計画ができています。 そうですそうです,うです鏡ミラー系で非常に広いだからシュミット望遠鏡みたいな感じのイメージでそれがしかも8メートルだというふうに思ってそれ,それにしかも CCD カメラが載るというふうに思ってください <music> あ素子の次はどうしてるんだっそれはですねあの1枚ではもちろんそです <laughs> あの隙間は取れませんだからちょっとずつずつらしてです、ね、何枚も取るんですそしたらあの隙間もずれてきますからそのデータを全部合わせて1枚の絵にするので出来上がったデータは隙間がないので取ったかのように見えるということです。